日本ハム近藤が首位打者での日本一貢献を誓った。19日の日本ハムグループ展示会では、同い年の上沢とコンビを組み、杉谷、西川組とクイズで対戦してファンを盛り上げた。首位打者と日本一を目標に掲げ、今後は再び自主トレ先の鹿児島、徳之島に戻って練習を再開する。